見て、ダイヤ、あっちに手作りの鯉のぼりが泳いでる。地元の小学生のものでしょうか。可愛らしいですわね。手形で鯉のぼりの鱗を表現してるのね。ナイスアイディア。カラフルでとってもキュートね。これだけたくさんの鯉のぼりがあると、いろいろな柄が見られて楽しいですわね。今日みたいなシャイニーデイにゆっくり散策できるなんて、とってもラッキーだったわ。ええ、予定を決めずに行き当たりばったりなのも楽しいですわね。あ、見てダイヤ、あっちにも個性的な鯉のぼりがあるみたい。もっと近くに行ってみましょう。ええ、楽しくて小走りになってしまいますわね。あー、空を泳ぐ魚の水族館みたいです。あれは何の魚かしら。カツオに、あれはエビでしょうか。ずっと見ていられますわね。